来た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 。かけますよ、この人。44歳の人。40、緊張する。めっちゃ緊張するんだけど。すっげえ緊張する。もしもし。どうも。あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。聞こえますでしょうか。あの、これ放送に声乗っけちゃっても大丈夫ですか。大丈夫ですけど。大丈夫ですか。どうなるんですかね。はい。放送で今見てるんですけど。はい。声を奪ったりしないですかね。あ、大丈夫です。多分。あれです。わかります。なんかお声若いですね。おいくつなんですか。44ですよ。44歳。はい、僕のことどれぐらい見ていただいてるんですか。ドラクエのポーカーですかね。あ、ニコニコで初めて僕を見てくれたんですか。はい。それを見てどう思いました。爆笑しましたね。爆笑していただいたんですか。爆笑しましたね。僕じゃあ40歳の方にもやっぱ通用しますかね。もう楽勝でしょ。楽勝ですか。いや、嬉しいわ。なんか、普段僕の放送でコメントとか打ってたりしてくれますか？コメント打ってないんですけど。あ、やっぱ打たないですよね。そうですね。どういう気持ちで見ていただけてるんですか？例えば今日の放送とか。雑談とかもラジオ感覚で見てるんですけど。はい。そうですね。もう実況はもうただただ、スペシャルを楽しんでる感じです、ね。なるほど、はい。コメントは打ったりしないけど、まあ、なんか仕事の、あ、いや、用事がてら、後ろで流してくれているみたいな感じなんですか？いや、嬉しい。ちなみになんですけど、お仕事って、なんかその、ジャンルでいいんですけど、何されてるんですか？広告関係ですね。いや、めちゃ、あ、もうじゃあ、もう、結構な、ポストにも疲れていて。もう、でも普通に、サラリーマンをしながら、僕の放送を見ていただけてると。はい。いや、嬉しいわ。ちなみになんか、思い出に残ってる放送とかってありますか？やっぱり、あれさ、カイジの真似をして。カイジのモノマネやっぱいけますかね。僕もちょっとあれ自信あるんですけど、ね、あれはもうやばかったですね。いや、嬉しいわ。ちなみにご結婚ってされてますか。してないんですよ。あ、してない。なるほど。そうなんですよ。じゃあぜひなんかね、ご縁があっていい結婚されて、その奥様と一緒に僕の放送も楽し、これからもずっと末永く楽しんでいただいてもいいですか。そうですね。彼女も欲しいんですけど。はい。できればエモンの彼女がいる。あ、なるほど。じゃあちょっと今ここで、もしね、ご縁があれば、そうです、ね、スペックさらしていただけたら僕も募集しますよ。加藤純一婚活コーナーの、婚活のコーナーで。やっぱ笑い方は40代のジジイみたいな笑い方でいいですね、なんか今。いや、ジジイなんで。すごい、なんか。一回り上ですから、ね。あ、そうですよね。すいません。失礼を今働いちゃってすいませんでした。ぜひね、じゃあそういったご縁があるといいですね。どうしよう、ちょっとうんこちゃんと飲みに行きたいんで。あ、もうぜひうん、ご縁があったら本当に行かせてください。僕も、そうですね、はい。こんな時間にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。ま、これからも応援してください。頑張るんで僕。はい、応援しますんで。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、すげえよ。ゲームでしか聞いたことないような喋り方してるな。ほっ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 。ゲームの木のキャラだよな。デクノキ様みたいな笑い方してたよな。フォッ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 。聞いたことねえ笑い方してた。すげえ。ゼルダのデクノキ様みたいな。42ですね。42ですが、よろしければ電話しかできません。よし。すげえ、40代の人いっぱい来た。よろしくお願いします。みんな LINE 持ってね。ウケるわ。42歳のおじさんです。視聴歴はうんこちゃんが逆転裁判ワンをやってた時からぐらいです。7、7、8年前。視聴当時は35、6歳で、仕事の役職が変わってもうんこちゃんが好きな気持ちは変わってないです。来たじゃん、ちゃんとしたやつ。最高だよ、あなただよ。ちゃんとした子さんのじじい。ぜひ、ぜひ話しましょう。あ、来た。42のおじさん、いいね。この人すごいよ。俺が逆転裁判1をやっていた時から、7、8年前から、35歳の時から、
仕事の役職が変わってもうんこちゃんを好きな気持ちは変わってない42歳の男性、これはぜひとも喋りたいね。いろいろ話聞こうぜ。もしもし。もしもし。もしもし、はい。ちょっと夜分遅くすいません。いやいや、こちらこそすいません。申し訳ないです。いやいやいや、もうとんでもございません。お名前をちょっと伺ってもよろしいですか？42歳でお願いします。42歳。メールでも伺ったんですけど、はい、7年間も僕の放送を見てくれているんですか？あ、はい、そうです。恥ずかしながら。いやいや、もう本当にありがとうございます。ずっと応援していただいて。いやいや、とんでもないです。本当に面白いので。いや、ありがとうございます。なんか普段はまあなんかどういった、はい、まあ、コメントとか打ったりするんですか？始まりのやーと始まりのやー打ってくれてるんですか？42のクソじじいにもかかわらず。そうです。これはもう7、8年ずっと続けてきたことなので。いや、嬉しいわ。いやいや、始まりのやーと終わりの日は。あ、なるほど。担当してくれてるんですね。その一番やっぱトップに立って。やっぱりそうですね。僕がそう、もう引っ張っていかなきゃっていう気持ちがやっぱり。そうですよね。もう年齢とそのうんこちゃん歴を考えたら、まあ、やっぱリーダーと言っても過言じゃないですもんね。まあそうですよね。いや、素晴らしいな、うん、その意気込みが。ありがとうございます。普段お仕事はどんなお仕事されてるんですか？事務系ですね。あ、事務をされていると。はい。じゃあ仕事終わりになんか僕の放送を見てくれているって感じなんですか？そうですね。お酒を飲みながら。はい、そうですね。他にどんな生主さんとか YouTuber 見てるんですか？ YouTuber、 本当にうんこちゃんしか見てないのでちょっと申し訳ございません。あれ、いや、いいですね。もう7年間俺しか見てないってことですか？あ、もう他の方の名前たまに放送でも上がるじゃないですか。はい、上げますね、僕。はい、全く理解できないです。なるほど。いや、もうそのままの42歳さんでいてほしいですね。素晴らしい。今のところ火の打ちどころがない。僕なんかちょっと正直年上の人バカにして笑いにしてやろうと思ったんですけど、はい、もう頭が下がります。いやいや、僕が未熟でした。とどないです。あ、じゃあちなみに今までの僕の配信人生の中で一番なんかこれ良かったよ、うんこちゃんっていうのありますか？結構動画になってしまうんですけれども。もう全然構いません。はい。うんこちゃんの声だけで魔界村の DJ を体験するみたいな。クソ昔ですね、それ。そう、それが本当にあの時もう笑い転げてしまって。ああ、なるほど。2万再生のうちの1再生はあなたがしてくれてたんですね。そうなりますね。いや、嬉しいわ。そんな昔から見てくれてたんですね。そうですね、本当にこれからも見させていただきます。いやいや、もう本当にありがとうございます。ちなみにちょっとパーソナルな部分もお伺いしてもいいですか？あ、はい。なりと。ご結婚されてるんですか？バッテンがちょっと2個ついてます。あ、バッテンが2、何歳の時と何歳の時にバッテンがついちゃった感じなんですか？32の時と35ですね。あ、なるほど。それはどういったことが理由でお伺いしてもいいですか？はい、そうですね。何なんでしょうかね、やっぱり。まあ、ちょっと、なんなんでしょうね。やっぱり。まあ、いろいろ価値観の違いやら何やらが。あ、まあ、そうです。すれ違いやら何やら、もう、あんまりね、言い表すことはできない。なるほどね。でも、32から35、ちょっといいスパンで2回しちゃいましたね。そうですね。うん、ちなみに、今、彼女さんとかいらっしゃるんですか？あ、いや、いるわけがないじゃないですか。あ、じゃあもう今はもう普通に独身貴族をエンジョイしてるっていうことですね。はい、まあそうですね。でもまあ一回結婚しちゃったら別になんかね、いいですよね。僕も一回できればいいかなっていう感覚なんですけど、どうですか？その、はい、バンバン聞いちゃって申し訳ないんですけど、なんか寂しくないですか今？え？寂しさとかはないんですか？寂しさとかは。寂しさですか？はい。やっぱりもう、なんでしょうね。もう、ここまで来るとないですね。あ、なるほど。ちなみに、今度企画で40代限定加藤純一合コンっていうのがあるんですけど、今参加者一人なんですよ。次もしあったら参加していただいてもいいですか？
あ、もちろんぜひ行かせていただきます。若い女用意するんで、ちゃんと僕の視聴者の。はい、わかりました。ありがとうございます。そんでどんどん子供作って、その子供を俺の視聴者にして、視聴者増やしていこうっていう考えがあるんですけど、はい、その考えについてどうですかね。あ、なるほど。素晴らしいですね。梅や増やせやで、どんどんネズミ算で増やしていこうかなと思ってますんで。わかりました。ありがとうございます。ぜひその説はちょっとご協力いただければなと。あ、はい、わかりました。思います。今回はね。はい。はい、よろしくお願いします。すいません、こんな夜分遅くにありがとうございました。いやいや、とんでもございません。ありがとうございます。これからもぜひ応援してください、僕のことが。僕一生懸命頑張るんで。はい、もちろんでございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。はい。いや、なんかみんなしっかりしてるなぁ。